ように囲まれていますが、一番上にあるマイナスのボタンが目印のこちらはジョイコン L で、こちらは一番上にプラスのボタンがあります。こちらがジョイコン R です。このジョイコンを任天堂スイッチの本体に取り付けていきます。2つ目のプレイモード、携帯モードをご紹介したいと思います。そしてここからご覧いただきたいのは画面なんですが、今このテレビ画面にはマリオカート8デラックスが映し出されています。さあ、この任天堂スイッチの本体を調べると、こんな風にすぐにこの本体の画面にマリオカート8デラックスが映し出されました。ではもう一度こちらの本体を差し込みますと、またテレビ画面にマリオカート8デラックスが映し出されます。携帯モードで遊んでいたゲームをお家に帰ってテレビ画面を見ながら続きを遊ぶということもできますよね。ではもう一度携帯モードに切り替えたいと思います。画面はこんな風にほんのすぐに切り替わりますね。携帯モードは10分でテレビのマイナーがなくても遊ぶことができます。この任天堂スイッチの本体をみんなで持ち寄れば通信プレイ最大8台まで可能ですので、公園などの屋外でみんなで集まってマリオカートやスプラトゥーンを対戦するなんていうことも可能になります。そして3つ目のプレイモードをご紹介していきましょう。このように本体からジョイコンを取り外しまして、本体の後ろにスタンドがついていますので、このようにスタンドも立てていきます。そしてテーブルなどの平らなところに置いてジョイコンを持つ、この画面を見ながら遊ぶことができるんです。もう一つのジョイコンをご家族やお友達に渡して協力プレイや対戦プレイをする、ゲームのおすすめなんていうことも可能になりますね。さあ、3つのプレイモードをご紹介してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今回こちらの任天堂ブースは任天堂スイッチ対応ソフト、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドが皆さんからご覧になって、右側もお隣のコーナー、そしてこのワンツースイッチはステージの裏側に体験コーナーがございます。本日の整理券は全て終了しておりますのでご了承ください。この2つのタイトルは任天堂スイッチの本体と同じ3月3日発売予定です。またアイルズ、スプラトゥーン2、スーパーマリオオデッセイにつきましてはブース内で映像でご紹介を行っています。こちらのステージはこの後すぐにマリオカート8デラックス、その後はワンツースイッチ、そして一緒にチョキッとスニッパーズの体験ステージも行っています。この後はすぐに最大1台まで対戦できるマリオカート8デラックスを皆さんにご参加いただきながらご紹介しますので、どうぞ引き続きご覧ください。ありがとうございました。
こちらも販売しております。